こんにちは、新大リメンバー就活生の高橋鈴鹿です。本日はこの時期どうしても就活で不安になっちゃったりとか焦ったりする就活生の方々がすごく多いと思うので、過去の大人の出演者の方々の就活応援メッセージをギュッとまとめた動画を作りました。ちょっと息抜きにこの動画を見てみて、皆さんが明日からの就活を少しでも前向きに明るく進められるきっかけになったらいいなと思います。それではどうぞ。就職ね、2回やってるんですよ、はい、1回目全部落ちて、沖縄でリゾートホテルでパラソルを刺す係にだけ内定して、はい、でみんな高卒とかばっかり、俺わざわざ早稲田まで一浪して早稲田出てそこしか受かんないっていうダメ就活生だったから、なんかその時ね嘘ばっかついてたの。要はちょろいと思ってて、就活の参考書とか読むと何々をしてこのどん底だったチームを優勝に導きましたばっか例文で書いてあるじゃん、はい、あこういう嘘つきゃいいんだなって思って、だから全然誰も頑張ってないようなアマチュアのフットサルサークルなのに、大会もちっちゃいなんかお遊びみたいな大会優勝した時のことを思い出して、チームがどん底の時声を掛け合って優勝まで導きましたとか適当なストーリーを作って ES にも書いて、なんか面接でも言って、そういうことばっかやって嘘ばっかついてたら全部落ちた。本当に全部落ちたんですよね。本当に全部落ちて、その時思ったのが、これ嘘つくんじゃなくて本当に自分が思ったことを喋んなきゃいけないんだなって思って、まあ当たり前のことなんだけど、それで俺の中で導き出したのがシンプルに、自分がどんなやつで何がやりたくてなぜこの会社なのかっていうのを徹底的に掘って、1時間でも喋れるし10分でも喋れるし3分でも喋れるみたいにしようと思ってとか、そういう風に掘ってって掘ってって、この3つのことを説得力持ってずっと喋れるぐらいにやってったら、何も人間としてのレベル変わってないの。だって就活ってすぐ2回目来んじゃん、はい、何も変わってないのに、同じ企業でもフジテレビとかも本当最終の1個前とか行って、集英社も最終までいたのかな、で双葉社っていう出版社も受かったし、だからね、そこで本当に自分のことをちゃんと嘘つかないで、当たり前なんだけど嘘つかないで本当に自分でも絶対に確かにそうだなって納得感あるまで考えて喋れれば、あと受かるか落ちるかはまあ合うか合わないか。就職浪人したんですよ、ね、そう、俺本当全然よく分かってなかったの。もうみんなが就活して終わりかけぐらいの時に、何かやんなきゃいけないのかと思い出して、あやばいってなって、もう就活が終わっちゃったんで本当に何も考えてなくて、情報もなくて何もしてないし軸もないし、どこで働きたいかも全くなくて、なんとなく就職してっていう感じ、本当に意外で、そんなあんま良くない経験もしつつ、ただ今別にその時もビハインド全く関係なくなってることをしてて、だから結果就活に悩んじゃう学生を励ましたい気持ちがめちゃあって、いや全然大丈夫っていう。実際めちゃくちゃしんどいと思うんですよね、就職先決まらない子とか、僕周りでも何人かいるんですけど、そうだよね、本当に辛い思いしてるんですよね。全然大丈夫だ、本当に全く問題ない。初めての会社に入ったらいいから、極論言うとどこでもいい。でもやっぱり就活今やってて、大手とかめっちゃ引かれるし、不安はそうだよね、取り除けない。無理ゲーなんだよ、あの新卒採用って。いや倍率が高すぎて、企業の、はい、例えば俺サイバーエージェントに今入ってるけど、なんとなく名前を知ってたから受けたんだよ。あ、新卒の時に受けたんですね。でもう全然速攻落ちてて、中途で入った方が圧倒的に入りやすい。でも意外ですよね、それ。サイバーとかって中途の方がもうかなりスキルとか優秀な人じゃないと入れないイメージあるんですよ。ちゃんと自分を見てもらえた上でイエスノーが出るので、新卒ってさ運もあるし、でリューダー面接ってさどう振る舞うのとか、でも中途だったら一応やっぱ応募したら1対1の面接から始まるわけじゃん、だからちゃんと見てもらえるっていう感覚があるから、新卒のあの集団の中でどう勝ち抜くかってもうやだよね、あんなことするの。よく煽られるんですよね、就活って、うん、就活でなんか大手入んないとダメだよとか、うん、誰も知らないような会社行ったら負けだよみたいな、うんうん、全然そんなことなくて、どこからでも、まあ、ルート的にはまあ大体の会社には行けるんだろうなと思ってます。転職って基本的に僕これできますがベースなんです。なんか僕こういう人間ですとかよりも、僕これできるんであなたの会社でもこれできますなので、割とその明確なんですよね。新卒ってこれできますってなかなかないと思うんですよ、うん、なんかインターンとかですごいずっとやってたりとか、
自分で会社を起こしたりするとこれができますってあると思うんですけども、意外とそういうこれできますを増やしていけば転職ってできるので、ファーストキャリアにそんなに僕は悩まなくていいかなって思ってます、うん、極論一番最初は中小企業の工場とかで大事なんですけれども、うん、工場の生産性をちょっと上げれば評価されるよねとか、うん、なんかそういった小さな積み重ねみたいなところをやってきたというような感じですね、うん、でそれで自分がその会社の中で一番できる仕事が一つでもできたら僕これできますっていう形になるじゃないですか、うん、ファーストキャリアそこまで意識しすぎない方がいいっていうのは、はい、ちょっと気持ち楽になりますね。落ち続けて石坂さんは落ち込んで現実逃避とかしてたってことですか？まあ、でも受けてるんですよ。この負のスパイラルがずっと続いて目が死んでいくっていうか、自分を否定されたように思っちゃったんですよね。自信満々の自分からもう真反対に行ったんで。確かに150社面接をしてですね、しくじりまくりました私。ですが多くの人と話す機会をもらったのはおそらく人生の中であれが初めてだったんですよね。世の中ですね、いろんな仕事があるんだなとか、自分ってこうなんだなっていうのを振り返るいろんなワクワクとかいろんな経験があったんです。すごく成長しました私。就活をね、皆さん前向きに考えてほしいなっていうことでこの言葉を届けたいなと思います。就活は自分&社会を知る素敵な機会、チャンスだよということです。なんでやり方さえ間違えなければ本当にワクワクすることが皆さん経験できると思うので、前向きに就活頑張ってほしいなと思います。僕が伝えたいことは、人生は長いということでございます。つまり今皆さんが就職活動がめちゃくちゃ辛くて長くて、いつ終わるんだこれはみたいな苦しさって感じると思うんですけど、実はこれってまだ人生の序章で、全然もっといろんな問題とか課題とかって大学卒業した後もたくさんたくさん待ち受けてるんですね。だからもっともっと長い視点で人生を考えて、今現在の視点だけにとどまらないようにしなというふうに思っています。さらには就活ってどうしても落ちることがあるんですね。で落ちるときに人格否定されたような気持ちになるじゃないですか。なんですけどそれは人格否定ではないです。たまたまその面接官と合わなかっただけであって、切り替えて次に行くっていうことをした方がいいと思います。つまり落ちても全然大丈夫。落ちた会社にもしかしたら3年後とかに中途で入るとかもありえるので、この新卒の就活で全て人生が決まるわけではないです。人生はすごく長い、落ちても大丈夫っていうのはないので取り組んでほしいと思ってます。結構心配になっちゃうことも結構お話ししたと思うんですよね。意外と内定出るの1回目ピーク早いよみたいな話とか、時間短いよみたいな話はしたんですけど、あんまりその無駄な不安とかは持たずに、適切な焦りとか適切な不安を持って臨んでほしいなと思います。周りが内定取ったとか、ね、周りがなんかこう変に、ね、マウント取ってくるとかがあったとしても、動じずに自分が今何やんなきゃいけないのかっていうのを信じてやってほしいなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで僕らとしては内定取ることがゴールじゃないっていうことは伝えておきたいなっていうふうには思ってます。じゃあその中で何が大事かっていうと、自分の意思で選んで自分の意思で行動するっていうことが結局一番大事なんじゃないかなっていうふうには思ってます。自分自身もですね、就活チャンネルを始める前、大学1年生の時はどうしても東京に行きたくて仮面浪人っていうのをずっとしてて、金沢大学に通いながら早稲田大学を目指すっていう受験勉強をしてたんですよね。全てを犠牲にして1年間本気で頑張ったんですけど、結局失敗しちゃったんですよね。でその時も人生終わったわって思ったり、結局自分って何もないんだなっていう風に思って挫折したんですけど、その過程の中で自分に残った変化っていうのは一生残っていて、結果はたとえ合格だったとしても不合格だったとしても忘れ去ると思うんですが、自分に残った変化っていうのは今でもすごい残ってるんですよね。でそれをきっかけに地方にいても大学とかいう枠組みにとらわれずできることないかなと思って YouTube を始めたっていう経緯があります。で結局 YouTube 始めても1年間やってもう800人ぐらいしか伸びなくて、コメント欄とか友達とか知らない人からいろんなこと言われたりとか、自分自身もダメだなと思って苦しかったことがほとんどで、辛かったんですけど、でも幸せだったんですよね。楽しかったんですよね。でなんでかっていうと、主体的に行動してたからだと思うんですよね。どっちかというと高校生までは
聞かれたレールというか言われたことをやるっていう風に生きてきたんですけど、自分の意思で決めて自分で行動するっていうことをやったから楽しかったんですよね。なので就職活動やキャリアの選択っていうのも同じだと思ってて、人間の幸福の 50% は主体的な行動によるっていうデータも出てるように、自分のことを知って企業のことも知って自分の足で自分の意思で選ぶっていうことができれば、世間的に大手じゃなかったとしても素晴らしいと思うんですよね。自分軸で企業選びとか自分のキャリアの選択を選んでほしいなっていうふうに思ってます。これは自分自身にも言い聞かせてるんですけど、自分の意思で行動したり自分の意思で選ぶためにはやっぱり情報とかも大事だけど、もう情報格差ってもうコロナになってなくなってるじゃないですか。何が格差があるか体験することだと思うんですよね。自分自身が経験したり体験したことからしか選べないじゃないですか。いろんな経験をするからこそ自分なりの納得いく選択ができると思うんですよ。なので僕はこのチャンネルを通じていろんな体験や経験をするきっかけを皆さんに提供できるように本気で頑張りたいなと思ってます。大手が受かることが正義じゃないっていうことは伝えておきたいなと思ってこの動画を撮ってます。ということでですね、引き続き一緒のやり頑張っていくので、よかったら応援お願いします。皆さんの人生がより良くなることを願ってます。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ちょっと息抜きでこの動画を見てみて、またこれからの就活も頑張ろうというふうに思ってくれたら嬉しいです。私も就活本当にこれから頑張るので、不安だったり焦りとかたくさんあると思うんですけど、明日からも一緒に就活頑張っていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。